お姉ちゃん、いつも約束してたよね。ずっと一緒だって。誰かいるのかな？また私を置いていくの？選ばれし二人の巫女は天に通され蝶となる。お姉ちゃん？蝶となりて村を助ける。私、聞いたことがある。昔、この辺りにお祭りの日に消えた村があって、森で迷った人はその村に誘われるって。ここ、もしかして。一夜にして消え去った村に迷い込んだ双子の姉妹。奥へ行ってみる。脱出の手がかりを探る中、二人は村の忌まわしき過去を知る。私たち、やっぱり逃げられないよ。何言ってるの？一緒に行こう。目に見えない霊的な存在を捉えることができる遮影機。二人に襲いかかる怨霊は遮影機で封じ込める。手に入れたパーツでカスタマイズして遮影機を強化することも。私たち、一緒に生まれてきた。物語は進め方によって違った結末を迎える。別々に生きて。オリジナル版ゼロ赤い蝶では語られなかった新たなエンディングも追加収録。お姉ちゃん、真紅の蝶。私はクレア、影祭りを司る巫女。私に見せてください。お化け屋敷モードでは簡単な操作で屋敷を探索。さまざまなミッションにチャレンジしながらあなたのビビリ度を測ります。
プレイするたびに異なる恐怖演出。もう一人のプレイヤーが脅かし役になることも。人の心の動きは複雑で美しい。案内人クレハがあなたの霊感を診断してくれます。